トライノベーション森井和義です、この度は、謝罪ということで皆さんにお詫びしないといけないことがございまして、毎週金曜日トライノザチューブの、更新日ということでございますが本日、動画が間に合っておりません。誠に申し訳ございません。夜も寝ずに昼寝ばっかりしまくってたら間に合わなくなってしまいました。すいません、ありがたいことにですね、トライノとフットライノ含めトライノメンバーの、ライブが年末にボボボンとありますので、それの準備等々で、寝まくってたらこうなってしまいました。すいません。ということでこの年末2021年の年末を飾る、宣伝だけさせていただこうかなと思います。まずですね、あさって26日ですね、西宮は、西宮ビーチリゾートカサブランカさんにて、16時から、トライノベーショントライノザビーチということでライブがございます。こちらは入場無料となっております。投げ銭ライブとなっておりますので、お気軽に見に来ていただけるかなと思います。結構長い時間やりますので、トライノメンバープラスゲストのバイオリスト中塚さん と、今回はトライノメンバー新メンバー参戦ということでトライノザチューブには登場してますが、津軽三味線の桃谷リリちゃん、初参戦、トライノライブに初参戦ということで、非常に楽しみですが、16時からですね、結構もう寒いので暖かい格好して、遊びに来ていただければと思います。そしてその次の日27日、こちらはトライノではないですけどトライノメンバーがやってますライブですね。トライノのゲストでも何度来ていただいてますがタップダンサーの細川さんの、主催になるのかなの、タップはライブというのが、27日大阪道頓堀並木座というところで、あります。細川さん、ね、タップの細川さんで、あと、キサナマリカさんで、トライノから、堀江秀樹、川原純一郎が出ておりますので、そちらも、ぜひぜひチェックして遊びに来ていただければと思います。そしてその次の日、28日ですね、28日は、なんとあの ONF 大阪ナイトフュージョンが12月28日に復活ということで、道島で、やります。で、これは、ローソンチケットで取り扱ってますのでまだまだあのチケット買えますので、ぜひぜひこちらも遊びに来ていただいてですね、前回の ONF からもちろんパワーアップして新メンバー日誌と僕と参戦して、今回のなんとONF に中塚さんがバイオリンで参戦すると。で、またいろんな仕掛けも、増えまくって。で、トライノだけのショーケースもありますので、楽しんでいただける内容になっておりますので、ローソンチケットで。で、開演が18時。会場も18時です。開演したと同時にも、ONF パーティーが始まってますので。で、19時ぐらいから、ショーケース、が始まったりというような内容になってますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。で、29日こちらもトライノではないですが、僕が個人でやっている並木座の月一というイベントで、秀樹さんと2人でやりますが、こちらはありがたいことに完売となっておりまして、すいません、ありがとうございます。見に来られる方はぜひぜひよろしくお願いします。ということで、はい、すいません。で、トライノザチューブということで、いろんな和楽器の大実験であったり、チャレンジであったりに、動画で、楽しく遊んでおりますので、もしチャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、このね、和文化を広げる活動の一環だと思って、登録ボタン、ね、いいねボタン、プチッと押してもらえると、非常にありがたいです。それでは、皆様、次の更新までには、なんとか間違うように、次回は、12月31日、大晦日ですね。大晦日の日に、今のところ、なかなか、かっちょい動画をお届けする予定ではありますので、もしかしたらまた僕はここで一人座って、申し訳ございませんでしたかわかんないですけど。はい。
ですね。はい。って、いうことで皆様、来週のトライの座中、またこれからも楽しみにしておいてください。で、また、年末で、ね、いろいろイベントがあります。で、年明けてからも、まあ、いろんなことを計画していきたいと思いますので、これからもトライのベーションよろしくお願いします。